WOM, WOM, WOAM, WILCOM OAM は Y モバイルの高度化 PHS による通信サービスの名称。WILCOM o p t i m i z e d Adaptive Modulation の略。既存の PHS 規格の変調方式を改良し、データ通信の高速化、カバーエリアや屋内浸透度を向上させたものであり、高度化 PHS の一種である。 かつて次世代 PHS と称されていた XGP 規格とは別物である。WOM、WOM タイペグを含むにより通信しようとする場合には WOM タイペグに対応した端末を使用して WOM に対応した基地局と通信する必要がある。通信しようとする基地局側が WOM に対応していない等の場合には自動的に従来 現行 PHS の変調方式 1X32kbps により通信する。なお、ここで言う 1X とは、フォーミュラ 1X、リンク数、束ねるマルチリンクの数に基づき、リンク数が1であることを示している。WOM 対応の基地局が設置された対応エリアは、大都市圏の高トラフィックエリアを中心に順次、拡大していくとしている。また、 WOM による通信においては、無線電送路の状態、電波の状態に応じて、良好な場合にはより高速な変調方式を、基地局との通信が不安定な場合には低速だが、よりエラーに強い変調方式を、自動的、動的に選択し変更する、適応変調方式が採用されている。WOM の開始にあたって、トラフィックが高速。 大容量化することによる NTT 東日本西日本接続量の増加対策のために NTT 交換局内にイッチ i p トランジットエクスチェンジというトラフィックバイパス装置を設置しこれに WOM を含めた基地局を接続して半ば独クジモのネットワークを構築しているこれにより WOM に音声通話定額性も含め増大するトラフィックが TT の交換機、通信設備を経由することがなくなり、接続量の抜本的削減が可能となっている。従来、現行の PHS の変調方式は、π 4シフト q p s k 1x 32kbps である。なお、π 4シフト q p s k と qpsk は厳密には異なるが、各方面では便宜上単に、qpsk と記述されることも多い。 本項目も単に 9PSK と記述する。また同じく WOM で採用された変調方式は D8PSK と π h シフト BPSK であり、8PSK と BPSK とでは厳密には異なるが、8PSK、BPSK と記述されることも多い。本項目でも単に 8PSK、BPSK と記述する。年月日の WOM。 サービス開始時は従来の q p s k に加えてより高速な 8PSK1X51Kbps より低速だがエラーに強い BPSK1X13Kbps が採用された。現在 WOM はデータ通信専用型端末のほか、WSIM や音声端末の一部にも採用されている。2007年4月5日に サービス開始した W-OMTA1PEG においては、上記 W-OM の BPSK、q p s k 8PSK 変調方式に加えて、さらに高速な QAM 変調方式が採用される。各変調方式でのレートは以下となる。なお、W-OMTA1PEG においては、高速化と合わせて、適応変調の切り替えの高速化及び RTT の改善が図られるという、 各種変調方式とチャンネル多重数の組み合わせにより、以下の表のような高速化が計画、検討中である。無線区間の最大スループと、中。なお、エントランス回線、収容局基地局間の回線が、従来型の ISDN の場合、その部分が、ボトルネックとなりスループとは、最大で 512kbps 程度に制限される、ため、 高回線等の IP 回線化が必要であるとしている。ISDN エントランス回線における W オムタイペグの端末最大スループと無線区間の変調方式に関わらず 1X イコール最大 64kbps に制限される。音声通話時には従来の QPS 系による通信 32KbSatPCM に加えて 低速だがエラーに強い BPSK による通信も用いられる対応音声端末のみ。この場合、音声不合化方式は 16K 度 PCM となる。従来の QPSK による通信に比べ、通話時にも実行上の移動体制、屋内浸透性が若干上がるとされている。従来の料金プランでそのまま利用ができ、別途オプション料金は不要。 W-OM 通信及び W-OM 対1ペグ通信を利用したために別途課金されることはない。なお、パケット重量課金制の料金コース等を契約中の場合でも高速化した分だけ単位時間あたりのパケット消費量が増加することになるが、あるデータをダウンロードするのに必要な送ケット量に変化が生じるわけではないので、ダウンロードに要する時間が短縮されるだけで料金に、 変化はない。ただし、高速化によって快適になったために以前より、総パケット量を、増やような通信をすれば、当然、料金は上がることになる。なお、中継基地局である、ホームアンテナ、レピーターには、W、オム・タイペグ通信や 8X パケット通信に対応した、ものは2007年2月現在で存在しない。ただし、W、オムタイペグ通信においては、 ホームアンテナを経営せずとも BPS 系変調により低ビットレートながら実行上の屋内浸透性を向上させた通信を行うとされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。